それでは、バックハンドサイドの、練習をしていきたいんですが、実は全てのショットの中で一番簡単とは言いませんが、基本がこの中に一番詰まっております。バックハンドサイドは実はどこで打つかというと、この1点、この1点でしか打てません。他のショットはいろんなところで打てるんですが、このバックハンドサイドは正しいフォームで打たないとしっかり飛んでくれません。正しいフォームで打たないとしっかり飛んでくれません。ここから倒す、戻して打つ、で倒す、この3点、この3点。フォアサイドなんですけど、実はバックハンドに比べて少し簡単と思うんですが、実はどこでも打てる、どこでも打てるようになっちゃうんですね。これで打ってしまうと、しっかり羽は飛びません、しっかり羽は飛びません。フォアハンドのサイドなんですが、右足を前に出して、でここも一緒です。膝を、まあ、曲げすぎず、伸ばしすぎず、まあ、だいたい135度この位置になるように足を出してもらって、肘を曲げて手首を立てると。この時に人差し指、この人差し指でしっかり押し込めるように握り方、ここからこの人差し指で押し込む、この人差し指で押し込む。